ということで今東京駅にいます。イエーイ。私たちは今から名古屋に行って、明日名古屋のニココレに出演するので、はい、名古屋に向かいたいと思います。イエーイ。で、土曜日名古屋行ってイベントしたら日曜日はなんと東京でイベントなんですよ。イベントが2日間続いてるんですけど、頑張っていきたいと思います。で、その来週の土曜日は東京でお通しに出演させていただいて、はい、日曜日は超パーティーで埼玉スーパーアリーナで最後踊ります。ということで2週間イベントがすごい詰まってるんですけど、その密着動画になってますので最後まで見てください。はい、バイバイ。行ってきます。バイバイ。新幹線乗るよ。ご飯食べます。横浜線と地下鉄線はお乗り換えです。新横浜を出ますと次は静岡に停まります。はい、ということで名古屋のホテル着きました。到着。着務テレビを待っているので、ここからお風呂入って足の準備して、はい、明日の朝もお寝上がった早いので早く寝たいと思います。本番なんですけど、はい、寝れました。3時間ぐらいそうだよね。そう、全然寝れなくて、うちもでも見ての通り元気いっぱいなので今日は頑張ります。まずは到着したらリハがあるのでリハして、で本番っていう感じです。今日も頑張っていきたいと思います。瀬戸りも盛りだくさんなので楽しんでいきたいと思います。はい、まずはリハ行ってきます。すごいね。はい、準備お願いします。
頑張れ。ありがとうございます。あ、すげえ。レッツゴー。ビーバー始まりました。始まりました。やばい、今回私たち最初に。アハス、はい、ということで今なんかケータリング争奪戦に来てます。ジュース行こう。ジュース行きます。ジュース行きます。YouTube 映ってもいいですか？ YouTube 映ってもいいですか？はい、チェー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 チェいただきます。おいしい。うまっ。うん、では入っていきます。リタリタリミン。ということで、無事ゾンビと熱湯場と踊り終わりました。イエーイ。めっちゃ楽しかった。やばい、景色えぐい。はるかはね、シークレットゲストのマイトさんのバックダンサーをしたんですよ、はい、皆さんオープニングで、はい、仮面取ったとこがね、緊張してるはるかがやった。もう形では分かった、うん、めっちゃ緊張したけど、この仮面取った瞬間に見たことない景色すぎて、なんか涙出そうだった、うん。しかもレッド上等はこの下からこう上がってくると思って、うん、そのステージング、うん、をしてもらって、うん、めっちゃかっこよく演出してもらって、すごい楽しかったです。お客さんもめっちゃみんなノリノリで、うん、すごいペライト振ってくれて、めっちゃ綺麗だった、うん、しかもゾンビの振り付けさ、何にも言ってないのさ、ねねねね、そんなのみんな操られて覚えてやってた、みんなすごい楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてね、今回
の埼玉スーパーアリーナ超パーティー4つ出演してみたんですけど、皆さんどうだったんですか？いやー結構大変だったんですけど、なんか鍛え上げられた感じしますね。分かる。一段と踊り手としてもレベルアップしたんじゃないかなって思うし、はい、なんか真帆は忙しいのはあんまり好きじゃないんですけど、やってみたらなんか生きてるって感じがします。みんなのために頑張ってるわーみたいな、みんなも喜んでくれるから、そう、さらに嬉しいし、特に真帆はショーパーティーのペンライトのこれに心が揺さぶられて、こっちもこうなるみたいな、マジでそういう感じだったの。だからお客さんと一体化してるなーっていうのは初めてこんな気持ちになりました。本当に貴重な経験を、もう4日間本当に楽しかったです。私はチェゴで2週間に4つのイベントを出たっていうので、全部セトリが違うので2週間で15曲以上覚えて踊って毎日に走ってみたいな感じで、もう本当に体もう疲れが取れない、あの心も余裕がないから、なんかどうすればいいのか分かんないみたいな感じだったんですけど、やっぱこのステージに立つとみんな温かい目で見てくれたりとか、みんな笑ってくれたとか、なんかそういうのを糧にこの2週間は頑張れたんじゃないかなって思います。こういうイベントに去年とか一昨年とかは出れなかったんですけど、今年はすごく一段と活躍したチェゴをみんなにお届けできたんじゃないかなって思います。で、まあ、まだまだ超パーティーでこの埼玉スーパーアリーナで踊ったことを糧に、そしてね、この4日間、イベントラッシュの4日間で身につけた労力を糧に、今後もワンマンもありますので、そうだね、はい、デリアガキバボーイズさんとのツーマンもあるので、そうですね、年末、12月末、はい、年末に向けても今年終わりに向けても頑張って駆け抜けていきたいと思います。ということで、この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。 SNS のフォローもお願いします。お願いします。主に SNS ではイベント情報とかたくさん載っけてるので、ぜひそちらってください、ね、はい、チェゴースタッフアカウントもあります。あります、はい、ということで以上チェゴでした。バイバーイ。ありがとうございました。やすむさま、やすむさま、焼肉おごって。11月6日、チェゴサンリオピューロランドでワンマンライブ開催決定しました。イエーイ。チケットは概要欄から飛べます。サンリオのキャラクターたちと一緒に出